はい、今回紹介させていただく人物がですね、細川藤孝ですね。はい、まあ戦国時代に登場する人物では結構メジャーなんじゃないかなと思いますね。また嫡男の忠興の方も結構知られているんじゃないかと思います。まあなんて言ってもその明智光秀のね娘である玉、まあ、後のガラシャをねめとっているってこともあるんでね。はい、まあ早速行きましょう。ちなみにここではね藤孝で統一して紹介していこうかと思います。まあやっぱりこの時代というか結構ね昔の人っていうのは名前を変えてたりするんで、例えば藤孝でも、まあ、雄斎元氏っていう風にね、出家して後に名乗っていたりするんでね、まあ変わってるんですけど、今回藤孝で統一しようかと思います。まあ早速、始めましょう。まず藤孝なんですが、三淵春一の子として生まれました。で、異母家、まあ腹違いのお兄さんに三淵藤秀がいますね。で、天文8年、1539年に細川元常の養子となります。またですね、当時の将軍の足利義藤ですね、これ後の実は義輝なんですが、まあ、義藤の偏気を受け藤孝と名乗るようになりました。まあ、偏気を賜うっていうのは要は功績のあった家臣などに自分の名の一字を与えるっていうことをしてるすることなんですけどね。はい、だから藤の字を、もらったっていうことだと思います。で、まあ、さっきも言ったんですが、明智光秀の娘、玉、後のガラシャがですね、藤孝の嫡男、忠興のもとへ嫁いでいるんですよね。で、まあ、そんな藤孝なんですが、幕臣としてですね、足利義輝に仕えていたんですが、義輝が三好三人衆によって殺害された後は、足利義昭を将軍職へつけるため、兄藤秀らと共に尽力していきます。で、ただですね、まあ、義昭が信長に追放されてからは、信長の家臣として仕えることになったんですよね。まあ、兄藤秀の方は義昭にね、ついたみたいなんですが、まあ、結局だからここで一時的に兄弟仲違いをした感じだったみたいですね。はい、後になんか解消された感じはあるんですけどね。はい、で、まあ、本能寺の変に際してはですね、光秀の要請を断って出家して、雄斎、元氏と、合していました。だからまあね、光秀には加担しなかったんですよね、本能寺の変の時には。で、その後ですね、豊臣秀吉にも厚遇されて三千石を与えられています。で、さらに関ヶ原の戦いでは徳川家康の方に、味方をしてですね、田辺城に籠城して敵兵を釘付けにしていました。だからいわゆる三英傑ですね、信長、秀吉、そして家康のもとに、いたことがあるんですよね。はい。だそういう点を踏まえても、要はその、世渡り上手っていう評価もあるみたいですけどね。で、まあ、最後、その、慶長15年、1610年に京都の屋敷にて、死去したということですね。はい。で、次にですね、まあ、藤孝に関しては、その才能に関して、ね、ものすごい才能を持っていたみたいな逸話が多いらしくて、で、まあ、いわゆるリアルチートみたいなこと言われている時もあるようなんですが、今一体どんな逸話があったのかについてね、ちょっとね、紹介していこうかと思います。まあ、正直な話、本当かどうかはわからないんですが、まあ、こんな逸話があるよみたいな程度で聞いていただければいいかなと思いますね。まあ、後でも言うんですが、文化人として一流っていうのは信じてもいいんじゃないかなとは思いますね。はい、で、まず、武芸に秀でて腕っぷしもすごいっていうことだったようですね。まあ、これに関してもいくつか、逸話があるようで、まず塚原卜伝から、剣術を学んだことがあるっていうことですね。まあこれに関して言えば、ここだけではね、剣がむちゃくちゃ強かったのかどうかは何とも言えないんですけれども、他にもね、その弓術、まあ、弓に優れていて、で、まあ、インカを受けたり送電されたりしているって、送電に関しては武田信豊から武田流を送電されたりしているようですね。だからこれに関しては、だから弓術に関しては本当に優れていたのかもしれないですね。で、あとここには書いていないんですが、馬術、馬ですね、馬術にも優れていたようです。身体能力むちゃくちゃ高かったんですかね。何とも言えないところあるんですけどね。はい、
で、あとね、これね、なんか有名な逸話なんですが、腕力がね、むちゃくちゃ強かったらしくって、例えばね、その京都の路上で暴れている牛の角を掴んで放り投げたみたいな逸話があるんだけど、これどうなんですかね。まあ、子牛とかでもいけんのかな。まあ、何はともあれ、力強いみたいなことが伝わってるみたいです。本当かどうかわかんないです。あとは、なんか息子忠興とともに遊泳、まあ水泳ですね。水泳も優れていたってことらしいですね。はい。で、あと、その文化人としても一流だったっていうことがね、伝わっていて、まあ、これは結構、まあ、信憑性高いかなとは思うんですが、例えばね、藤高って、和歌、茶道、レンガ、で、蹴鞠、さらには囲碁、料理ですね、料理。うん。で、猿楽などに、まあ、様々なね、分野に精通しているとされて、まあ、あとですね、まあ、歌ですね、近世科学を大成させた当代一流の文化人と評されることもあるようですね。まあ、あと有名なエピソードとしては三条西実機という人物から和歌を学んでですね、あと古今伝授も受けて二条派の科学を継承していたということらしいです。古今伝授っていうのはいわゆるその直線和歌集のね、古今和歌集の解釈を秘伝ね、秘伝として師から弟子に伝えたものっていうことなんだけど、だからね、その関ヶ原の戦いの際にさっきも言ったように籠城していたんですよね。ただ藤高が戦死してしまうと、その古今伝授が耐えてしまう恐れがあったんで、まあ、秘伝なんでね、その継承した人しか知らないらしかったんで、だからそれを恐れた御用勢天皇がですね、勅令を持って講和を結ぶことを提案してですね、でそれにより、まあ、籠城戦は終わりを告げたっていうことらしいですね。はい。あと藤高の門人、まあ、弟子みたいなものなんですが、門人には御用勢天皇の弟である八条の宮利仁親王などね、他にもね結構そうそうたるメンバーがいるみたいです。はい。で、まあ、麒麟が来るではですね、真島秀和さんが、藤高、細川藤高を演じていますね。まあ、藤高自体はね、麒麟が来るではね、まあ、光秀の盟友とされているんで、間違いなくキーパーソンの一人なのかなとは思うんでね、まあ、活躍するとは思うんですが、まあ、藤高ってなんか、なんだろう、自分もいろんな大河ドラマとか、そのね、戦国時代のドラマとかはちょいちょい見てるんだけど、そんなむちゃくちゃ、出てきてるイメージはないんですよね。むしろ息子の忠興の方のがやっぱガラシャとの絡みもあって出てるイメージはあるんでね。だから今回ね、なんていうのかな、自分が見てる中では結構藤高が出るのって初めてぐらいなんじゃないって、出てるかもしれないけどね。だからその点だからね、たくさん活躍見れるかもしれないっていうことでは期待しているんですよね。はい。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。